疲れ様。疲れたでしょ。うん、疲れたよ。あー、喉乾いた。あ、水分補給でもしな。ありがとう。じゃあもうちょっと練習してくれよ。わかった、気をつけてね。なんだこの未来の靴は。ダイヤドライブだよ。はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、ということで寸劇をですねご覧いただいたかと思いますけれども、今日はこちらのダイヤルドライブを紹介したいと思いますね。はい、このような子供用の靴ですね。はい、靴このような感じですね。はい、でこれがワンタッチリリース機構 TGF というものですね。はい、どのように操作するかやってもらえますか。まず今ね、靴履いてる状態だとしましょうか。はい、で脱ぐときはこれを引っこ抜くだけ。はい、これでもうね脱げちゃうんだ。それが未来だよ。そうそれで履くときはまずこのダイヤルをボタン1回押す。はい、でダイヤルを回す。そうするとこのワイヤーが締まっていって、はい、キュッとね締められる。こうやって靴が履けるわけだね。はい、すごいよね。今ねゆっくりやったけど、本気で履く場合は履くときは多分2秒ぐらいで履けて、脱ぐときは1秒ぐらいで脱げちゃう。すごい未来の靴ですね、これね。はい、これが撮影で使用したレッドですね。はい、はい、1回ぐらいしか入ってないですね。うん、そしてこちらがブルーです。エイシン君が約1ヶ月間ぐらい履いてましたね。はい、履いてた感想はどうですか。うん、結構早かった。早かった、うん、早く走れたってこと。早く走りました。あ、そうなんだ。うん、うん、それで中がなんか守られてるような感じがした。ああ、なるほどね。これね、なんかそのインソールっていうのがちょっとね、うん、特殊な作りになってるみたいなんでね。うん、でそれをこちらのもう一つあるブラックで見てみましょうか。はい、はい、じゃあこれ開けますね。はい、はい、これ完全に新品ですからね。はい、こんな感じ。お、キラ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 だよね。はい、ではこちらのブラックの中を見ていきたいんですが、はい、あ、ちょっと見えないか、これごめん、うん、ちょっと見えないですね。うん、じゃあレッドで、レッドでいきましょう。はい、こっちでね。見える見えますね。はい、はい、こんな感じでちょっとねインソールが変わった形してるんですね。うん、横側にもですね結構長い形で覆われているので、はい、お子様の足を守ってくれると、うんうん、靴の裏側はこのような感じになってますね。はい、はい、かっこいいね。かっこいいね。そしてこのダイヤルドライブなんですけれども、21センチのサイズで約 150g ということでとっても軽いですね。はい、うん、軽いよね。だから速く走るわけだよね。はい、そしてこちらが女の子用ですね。はい、ムーンドライブシリーズです。はい、はい、これがシルバーでこちらがブラックです。かわいいね、女の子だとね。でちょっとねダイヤルの形が違くてね、ちょっと驚いちゃった。ダイヤルこれかっこいい、ね、かっこいい、うん、マジか。そうだね。で、女の子はシルバーでこのサーモンピンクのラインが入ってますね。はい、こちらがブラックでピンクのラインが入ってて、一番下もこの水色になってるね。これもすごく爽やかで可愛いね。うん、続いてこちらがテクノドライブシリーズですね。はい、こちらがブラック&ブルー、こちらがブラック&ピンクですね。はい、はい、この TGF も新しいダイヤル。うん、ね、ダイヤルかっこいいよ。かっこいいね。こちらは全体がブラックでこの辺メッシュになってるね。はい、でブルーのラインが入っております。内側もちょっとだけブルーが入っててすごいかっこいい、これね。はい、ブラック&ピンク。そう、こちらブラック&ピンクです。パパ結構ねピンクが好きだからこの靴でもいいなと思います。そうなんだ。うん、同じように全体がブラックでこの辺メッシュでピンクのラインが入っていて、内側もちょっとピンクが入ってますね。はい、いいじゃない。うん、はい、ということで今回はダイヤルドライブでした。